まだバイゼルにつかねえのか。一体どうなってやがんだ。なんだ。よっと、びっくりした。なんなんだよこの船はよ。怖いデイジー。でもなぜかとても弱いの。こんな奥ないところに精霊さんがいるんですか。わからない。もうちょっと様子を見るしかないわね。何かいるよ。気をつけて。敵よ、気をつけて。どきなさい。ホーリーボール使えそうにないぞ。
敵よ、気をつけて。なんだこりゃ、公開日誌？気持ち悪い。こんにちは。どうも、私幽霊マニアのマタロウと申します。とうとう念願の幽霊になることができました。十分満喫しましたので、そろそろ帰ります。この感動をあなたにも、さようなら。わわわ、呪いを移されたのね。この呪いをかけられたら別の誰かに呪いを移さないと一生この船から出られないよ。別の誰かって言っても、あ、来たね。しかし逃げやがったな。なんて奴らだ。どっちもどっちだと思うけどね。あなただって今一瞬仲間を犠牲にしようとか考えたんじゃないの？ビビビ、バレたか。とにかくこの呪いの元になるものはこの船のどこかにあるはずよ。それを残されたみんなで探しましょう。頼むよ。もし探すのが嫌になったらいつでも変わるから言ってくれ。幽霊船を二人で探索しなきゃいけないなんて。早く呪いを解いて三人で探索したいでち。
乗っちゃったのかしら。仕方ないわね。行くわよ。かわせるかしら。ダブルアタック。さまよえる魂の船に。シャルロット、もう帰りたいでち。お船から降りる。あと、シャルロットの弟子がお化けになっちゃいました。直してあげてちょ。方法は一つだけ。私を倒すこと。ダブルアタック。
よくぞ我が迷える魂を解放してくれた。喜んで力を貸そう。仲間の呪いも解けたであろう。助かった。ありがとうよ。ここにいるということは、闇のマナストーンもこの船の中に？闇のマナストーンは失われし石、もはや現世には存在しないだろう。かつて世界大戦が起こり、古の神獣以来世界が二度目の危機を迎えた時に、闇の力が増大し、闇のマナストーンだけ封印が解けてしまったのだ。では闇の神獣が、いかにも。大昔、人間たちは古代魔法と呼ばれる呪法によってマナストーンのエネルギーを平和に使った。やがて人々はエネルギーを奪い合うようになった。闇の魔物たちはここにつけ込み、世界を戦乱の渦へと巻き込んでいった。夜寝るときにベッドでおじいちゃんが昔話として同じようなことをお話ししてくれた。小難しいからよく眠れるんでちゅ。これがついに闇のマナストーンの封印が解け、神獣と闇の魔物たちにより世界は滅亡寸前にまで荒廃した。
それ以来マナストーンは失われ、住処をなくした我が魂はこうしてさまよえる幽霊船となり、長い時を後悔してきたのだ。その後、闇の神獣はどうなったの？滅亡寸前で回避できたのはなぜ？わからない。なぜか忽然と闇の神獣は魔物たちと共に消えてしまった。それから長い年月が過ぎ、世界はよみがえった。だが闇の神獣は消えたわけではない。おそらくこの世界とは別の異世界で再びマナストーンに姿を変え、この世界のどこかに影を落としていることだろう。だとすると人間たちにはマナを減少させる方法がないのに、こんなにもマナが少なくなってしまったのには闇のマナストーンが関与している可能性があるわね。でもどうして？魂が解放された。この炎が消えてしまう。